一番大事だなぁ。五番、うわぁ、最後か。のプレイヤーは発言して。はい、いおはようございます。五番村人陣営。全く考察できませんが、どうぞよろしくお願いしますということで、超人気曲久しぶりなんでね。うん、あの進行論とか変わってなければ。うん、なんていうんですかね。 大丈夫かなって思ってて思ます、うん、とりあえず俺の自分なりの進行論なんですけど便乗する人いるんですけどその便乗するにあったる理由は当たり前なんですけどその前の人の便乗と同じ理由でもしっかりと言うって当たり前なんですけど黒な,なんですか釣り位置も一緒で2番3釣りですだけでその便乗するのはそこはやめてもらいたいかな俺はそ,それだけは俺黒く見ますね。 ですかね俺なりの進行論、そんぐらいですね。じゃあ、6番さんに回します。2締めまた頑張ります。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。プラビィト・陣営です。まあ、俺も霊能部屋ね、全然やらないからよくわかんないんだよ。だから進行論はね、言えない。はっきり言って。うん。あの乱四郎新旧の乱四郎しかやらないから、霊能の,の、えー、進行論は言えない。ただ、言えるのはなんだろう うん白黒理由をつけて、それがね黒が白に切り替わった、白が黒に切り替わった、黒が白に切り替わったときに、しっかりね理由もなしにうん黒塗りしたり白塗りしたりする人っていうのは信用にならないかなっていう。うん、色が変わったときにしっかりした理由をつけてほしいかな、うん。雑な、ましてや雑な黒塗り、根拠のない黒塗りっていうのはいけないかな。あと、 そうだな、なんかラ,ライン破綻、絶対にないラインを破綻してしまう考察をする人とかは、うーん、怪しいと思っちゃうかな。そんぐらいかな。で、5番さんの発言は、うん、全く考察できそうにありませんがっていう防御感はあった。うん、けども、どうなんだろう。臨場位置にするにも同じ釣り位置を上げるんじゃなくっていうのは、なんかしっかり考えてるなっていう感じはした。声色精査的にも、別になんか焦ってる様子もなく、 自分をね作ってる感じもしないんで、特にね黒い要素焦ってる要素もなかった。うん、なので、なんだラインとかっていうよりは単体で精査して怪しい点とか矛盾があるかっていうのを拾っていきたいかなそうすればオオカミが探せるんじゃないかなと思ってる。うん、そんな感じ。はい。7番。のプレイヤ黒いと思うけどね、さいはい。<laughs> 村人人です。そうですね。 うんまあ5番さんと6番さんが言ってることは正直正しいですよねうんまあ6番さんは LINE 考察よりまあ単体考察うん俺もその通りだと思ううん人狼って別このゲームだと LINE 切りやすいからねすごい発言とかではうんだから俺も6番さんの意見には同感ですねうん そうだな何も言うことがないですね。うん。俺5番さんと6番さんにオオカミいないかなって雑だけど思ってます。今んところね。うん。進行論聞いたんだけだけど喋り方とかまあその雰囲気とか間の取り方とか見て5番さん6番さんにオオカミがいなさそうな気がしてます。うんそれだけ以上。い。おはようございます 寒い他七番さんと意見は逆で。 えまあ7番さんも含めてね、567、五六七にこれ絶対人外いますからね、えー、7番さん、56には人狼いないと思うってなんで、なんでそう思うんですかって感じだし、えー、567、1人外もしくは2人外がい,いるんじゃないかなって普通に思ってますね。あ理由は次の種類説明しようかなと思いますけど、えー、567、確実に人外いますね。えー、7番さん、どういう視点なんですか、56には人狼いないと思うってさ、それやばくないそれ。 楽しくロックしちゃうと半端ないことになるから、あの567絶対いると思ってますよ、僕はね。この後発言聞いて、えー、伸ばしていこうと思います。567絶対順がいるよ。9番のプレイヤーはい、9番です。お願いします。えー、サイクル8番ね。 理由もなく5671人街もしくは2人がいるっていう、何の黒要素もあげずにそこだけ殴るのはと,と,てもとてつもなく怪しいと思ってます、八幡さん。逆に7番さんに関しては56に狼いない。うん。仮に7番が狼だった場合って、56に黒塗りしなきゃいけない場面がいつか来るはずなのに、そこに今のところ狼いない。うん。まあ、進行論しか話してないだけで、狼いないっていうのは尊計ですけども、 うん、ちょっと少なからず黒要素をつっついていかなきゃいけないんじゃないかなという点で7番さんは現状白いのかなと思っています。うん、暴力は進行論だけなので色落ちなし7、8は7が白い、8が暗い8番さんに関してはそこまで確信があるのであれば2周目期待してます。以上1番さんどうぞ1番のプレイヤーは発言してください。 なななんんかか僕は5番さん結構黒いっって思って思ますねなんでかって言ったらまあなんか便乗した人を黒く見るよっていうのはまあ別にうんなんかちょっと違和感あるけどでもそれだけじゃなくてなんか結構ねあのー、緊張してたし早く回したいなっていう感じがあの何、ー、て言うんだろう終了ボタンの押すタイミング的になんかすごい早く回したいなっていう感じが5番さんから伝わってきたんだけど気のせいかな。 うん、で、6番さんは色落ちなしかななんかライン破綻してる人を黒く見るっていうのは確かにそうやし、うん。まあその通りと思った。ただ別に白いとは思ってない。うん。で、確かに7番さんの5、6に狼いないっていうのは謎すぎた。うん。で、なんか、 8番さんが、あのー、567には絶対人がいるよ次の週にまた説明するねって言ってたんで8番さんには次の週期待しようかなって思いますうんでまあ9番さんが8番さんサイクルをなんで567にいるって決めつけるのかって言ってたけどまあ確かにそれも9番さんの意見も分かるんで別に9番さん黒いとは思わなかった、まあ、8番さん次の週にマジで期待してます うん、それ次第では8番さんのこと黒く見るかなっていう感じですね。はい。今のところは以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番です。よろしくお願いします。自分占い師使用します。ランダムでね、6番さん白、6番さん白と出ました。 えーっと、そうですね。まあ、現状位置としては、俺、白いと思ったのは俺、9番さんかなって思ってる。まず、由に関しては、8番さんの叩き方が、ごもっともかなって思ってる。俺も、うん、8番さん、黒いと思った。5、6、7、1人がいるっていうか、まるで、じゃあさ、俺もあれ、まあ、俺もあれ、中からだとして、9、1、3、4の中から、まるで避けようとしてる狼にも見えるし、うん。でも、9番さんと8番さんのライアン、俺もないかなって思ってる。うん、現状、白いと思ったのは9番さん。黒いと思ったのは8番さん。 1>, うん、1番さんには言うんだけどさ、なんかそのメタになってしまうけどさ、その終了ボタンってかさ、なんか関係あるのかなって思ってんだけど、うん、そのね、なんか5番さんが黒い理由、なんかそれ理由になってないってか,か、なんかすごいメタっぽい気がするんだけど違うかな、うん。それだけは言っときます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい、自分が占いです。ランダム白は1番さん1番さんが白でした。 ええと、まず5番さんから精査すると、俺そんなに狼要素はなかったかなって思ってる。便乗に対する発言にしても、なんか堂々と落ち着いてて喋ってたんで、あんまり狼要素は見えなかった。クリストさんも同様だね。えっ、ー、と、なんか進行論喋ってたけど、結構落ち着いて喋ってたからあんまり狼っぽくなかったんだよね。 で、ベンベンさんに関しては、その自分と考察が同じだった5番さんと6番さんを、えっ、ー、と、狼で見てないってとこが結構白く見えたかな。で、やっぱりね、5、6、7、白いと思ったから、そこに黒塗りしてきた俺8番さん結構黒いかなと思ったね。だからそこを黒塗りした9番さん俺は白く見たかな。 と、正直、ミポリンさんはまだわかんない、狼か、強化は。うーんとね、クリストさんがそんなに狼っぽく見えなかったから、六二人狼はまだ追ってないかな。うん、てっきり俺平和になるもんだと思ってたけど、ミポリンさん出てきたね。うーん、今やっぱ釣りたいとこは八番さんかな。ただミポリンさんが狼だったら八代あるかなってとこかな。その… とりあえず八番さんの考察が一番聞きたいかな現状、以上です。そうですねあのまず一つ言えるのは、まあ、人は歩みをやめたときに、えー、そして挑戦を諦めたときに、えー、年を老いていくなと思います、ね。なんかここでフルオープンにするのか、それとも潜伏を選ぶのか、ね、ある方は言ってますね。この道を行けばどうなるものか。 危ぶむなかれ、危ぶぶが道はなしと。これね、迷うんですよね。迷わず行けば明るくうじゃなくてね。どうなんだろうな。出てこないですよね、初旬から。で、今のところは、えっ、ー、と、ちょっとね、コインが追加できないんで、えー、今のところはなんですけど、微妙に二進で三技として感じてます。で、ラインが感じられたのは、えー、7級ですかね。あと8ももちろん怪しいんですけども、 2周目で9番が変わらず8を釣り位置に上げるようであれば8はちょっと黒いのかなと今のところ感じてますね。はい、2週目でちょっともうちょっと頑張り5番 のプレイヤーは発言してい、2周目ですね。まず一番差に突っ込まれた終了ボタンをあの押すのは、すみませんあの、空白の時間が生まれるんで終了ボタンを押すようにしてます。これメタですね、拍手って。ということで、えー、っと、みんな9から4までに8にヘイと向かったんですよね。まあ、8がああいう発言したからなんでしょうけど、叩きやすいとこ、釣りやすいとこに釣りをしてきてるのかなって思ったら、 うん、9から4に、ええー、俺、ローいると思ってます。うん。2、3、占い師の審議。うーん、俺はまだ、うん、フラットっすね。どっちが真とは見てないっすね。片代も、そんな黒い発言なかったんで。じゃあ、あの、僕目線8番さんはどうなのかっていうと、 うーん、567に一郎2郎いるっていう発言ねまあそこうーんうーんとは思うけどこれ不自然すぎですよね9から4まで俺絶対9から4の中に一郎いると思ってるからじゃあそうなったら8はどうなのかうーん9もう俺8村かもしんないと思いますけどね。 2周目の考察次第とは言いますけど、うーん、俺今日8なんか釣りたくはないっすね。俺は。明日せ能ので2、3が8占っても、占ってみてもいいんじゃないですかって思うぐらい。そっちの方がいいんじゃないですかね。なんかヘイトが向かいすぎず、俺不自然かなって思ってます。うーん、俺の現状じゃあ釣り位置はどこなんかって言われたら、 うーん、ごめんなさい、釣り位置が見当たらない。六釣りやな。のプレイヤーは発言してください。まあ直近の五番差に関しては九から四に、えー、一郎いるっつったの。うん。じゃあ九から四の一郎どこなの？うん。二三に狼が出ているのか。でもえっ、ー、と六一で囲いがないってこと。 言ってるんだよねってことは、6、1が狼じゃないってことでしょってことは、2、3、2、どっちかに狼が出ているのか、もしくは、9から4ってことは、9か4が狼なのでも、狼がいるって思っているのに釣り位置を上げないっていうのがすげえ、どういうことなのって思った。で、あとね、エンドポジの4番さんに関しては、えー、7、9のラインで8、時点で8って言ったんだけど、理由を一切言ってないんだよ。じゃあ、なんで7、8あ、7、9のライン で8って思ったのかその黒い要素を一切言ってないんだよね4番さんっつうのはしかもエンドポジションでありながらで5番さんはその発言聞いて何とも思わなかったの9から4に黒い人がいるんであれば4番さんとか全然さ理由もないでただ番号を言ってるだけで怪しいと思わなかったの5番さん。うんすごい不自然に感じてた2さんはねどっちも同じようなこと言ってるからはっきり言って、ね、精査はついていない,、うんいえー、1番さんはね分かんない 黒い要素はあんまりなかったそれよりも、えー、8番あ7番さんは、えー、6号で、えー、いないんじゃないか何でわかるのかって思ったんだけど9番さんの考察を聞いて確かに7番さんがオオカミであるならば6号にいないって言っちゃったらその後自分を首を絞めるからそれはどうなんかなって思っただから9番さんは結構その考察はしっくりくるは対して8番さんは765に人が1人がいな,ないし2人がいるって言ったんだよねうん。 俺 7, な,なんで両方ねいるかいないかって分かるのかって思うんだけど78で精査したときにあっちの方が、えー、狼要素よさ高いと思ってる後からね黒塗りできるからね765にいるって言っといた方がだからね現状色が分かんないの、ね、四4番さん、5番さん、怪しいのは8番さんうーん、8 5 4で気になってます7番のプレイヤーは発言してください,ださいんっとそうですね あの俺、3番さんの占い師系か聞いてなかったんですけさっきの6番さんの発言でいくと、3番さんが1番さん白で、2番さんが6番さん白だよね。把握です。で、えっと、俺は別に8番さんはそこまで疑しくないかなって思ってて、うんと、なんか別に白くはないけど、そ9番さんから4番さんまで8番さん相談だけにするほどでもないかなっていうくらいです。うん。 だから俺は5番さんのその8番さんが村で9から4に人狼がいるんじゃないかっていうことは割と納得してるんですよね。うん、で正直5番さん6番さんにオオカミがいなさそうっていうのを言ったんだけど、うん、正直分かんなくなってきたかな。うん。なんか6番さんがあの8番さん俺は5番さんと6番さんの2周目の発言聞いて5番さんの方が白いと思ってる。 うん。理由としてはその考察。で、6番さんに関しては8番さんを疑ったんだよね。うんだから、6番さんの方が狼眼があるなって思った。うん、まあ、その時は2番さんが偽なんだけどね。うん。俺は9番さんの方がちょっと怪しいかな。8番さんよりかは。うん。っていうのも、まあ、印象なんだけど、うん。まあ、俺をもっておいたのは、まあ、わかるっちゃわかるんだけど、 なんか567に絶対いるんじゃねえのってそれしか言ってないから8番さんがオカミだったら、まあ、そんなんで釣り位置上がるのって分かりきっててでかつなんか周りの殴り方もなんか8番さんが村かなって思ってしまったかなうんで、まあ、相対的に見て9番さんも怪しい4番さんもちょっと怪しくなるなって思ってるくらい以上。8番 のプレイヤーは発言してください,ださい2周、はい、目あのー、1周目については結構雑なぐり的な感じです567にいるでしょうそれに対してみんながどういう反応するかなと思って言いましたで9番さん素早く突っ込んでましたね別にこれ白くもないし黒くもないなと思ってますで5番さんが、えー、5番さんで一気に流れが変わったんですよね 8番は白いんじゃないかってそこをたたいてる人の中に人狼がいるって言ってるんですけど、まあ、こう霊能いるんで、まあ、あの自分がオオカミだとし5番さんがオオカミだとしたら俺が白って分かってるじゃないですかだから俺釣りをやめて何ていうのかな俺が白って分かって8番のことを白って分かってるから逆に流れを止めに来たオオカミとも捉えられるしシンプルに。 白いのかどっっちななんだろうなって感じでも5番と6番は完全に真逆だったんですよね。5番と6番の発言を精査してたのは7番なんですけど5番が言ってることと6番が言ってることは全然真逆なんですよ。で5番が言ってることに対して6番がバチボコ殴りに行ったって感じなんで5番か6番にどっちかがいると思うんですよね。56それを見て精査した7番っていうのは自分の目線をはっきり喋ってたし。 なんうの5番の方が白いかなみたいな。7番さんの方が全然白い。5か6どっちかいるな、これ絶対。うーん、どうなんだろう。どっちだろうな。5か6。5か6でいいと思う。役者じゃなかったら。役割だったら言った方がいいんじゃない <laughs> ?5 か6。9番のプレイヤーは発言してください。8番さん、それはハ握までなのか 6は2に白出されてるから今日の釣り地では絶対にないと思うけど。うん、それに加えて俺6番最白かな。占い師以外の中だとね。うん、6番の4、えー、4への殴りと5への殴りは真っ当だと思うけどね。4番って、えー、7 9ライン、えー、7 9ライン、ライン考察でしかしてなくて、7 9の黒要素を一切上げなかった。うん、時点で8。時点で8だったら798。ちょっと矛盾してないと思うんだけど。 1>, 1週目の段階で7級ラインで、なんか、俺が8をぶったたいたから、えー、7級もしくは8っていう考察になると思うんだけど、7級で時点で8っていう考察が納得できない。しかも7級のクレオスも一切上げずにね、4番さんに関しては。うんで、5番さんに関してはね、えっと、なんかみんなのヘイトが8に向かってる。だから4級にオオカミいる。その考察もよ,よくわかんなくて。 だったら87労働とかも全然盤面的にありえるでしょ、5番さんのその位置だったね。そういう考察もできないのかなって思った。うん。えー、なんで8番をそこまで狼名低いのかなって思ったのか、理由が全然しっくりできない。うん、8番に関しては、うん、5か6、7が白い。俺7番そんな白いと思わなかったかな。7番の考察ってさ、えー、8番は別に白くはないけど、なんか、 かんか難言って8を釣り1から外した挙句、えー、消去法的に4級が怪しいって言ったんだけど怪しい要素どこって思った怪しい要素を上げずに相対的にっていう理由だけで4級を釣りをしてきたの7番さんはうん消去法で4か9釣り1っていうのは分かるんだけど相対的に怪しいっていう発言したからね怪しい要素どこって思った7番さんに1番 のプレイヤこれ高級に一度いるな今日の釣り位置は8番さんですかね<っ>なんか別に1周目は結構あの奇抜な感じの入り方だったんでまあ2周目奇抜な考察が聞けるのかなって思ったら7567には絶対人類いるっていうのは雑殴りだったってなるとちょっとそこは雑殴りでは 詰まされないかなって思うんで今日釣り位置8番さんですよ。でねあの黒位置多分ね6だと思うよね。あの今日の釣り位置ではないんだけど多分6黒だと思う。なんかねあの6番さん1何か分からんけど1の黒要素はないって1の黒要素を探そうとしてたんよね。 これ、ワンチャン26狼で次1に黒打とうとしてんじゃないかなって思ったけど、違うかなうん。ちなみに1住むらやから別にクロス飲めるよ。うん。白やから全然クロス飲める。うん、いやこれ1強じあるな。6黒なんじゃないかなって思うけどね、でもなんか、あのー、8番さんの祭り位置に上がってて、でもし、 あのちゃんとした考察聞けるんだったら8番さん釣りてゃないかなって思ったけど、雑なっと悲しっていうことで申し訳ないけど、今日の釣りては8番さんです。いや、これ1強目だからねから言ってほしいな。いなはい、2番です。そうですね、3番さんと対抗ということで、人会確定ならわかっていますが、 えっと、正直で、まあ、俺で、まあ、正直言えることはただ一つ。俺、4番さんと9番さんに限って絶対釣りたくない。まず、釣りたくない理由に関しては、4番さんはね、あれ、感情的にはね、あれ、発言で、なんか、自分なんか、4番さん的には、なんか、俺、役職持ってる気がした。なんか、敷居手が温度取るようなことしてたから、俺、4番さんなんか、役職持ってるようなこ発言したから、俺、4番さん釣りたくない。9番さんもね、正直、クレヨさは全く拾えない。うん。だから、4と9に関しては、正直釣りたくない。 うん、八幡が俺も釣り位置かなって思ってる。うん。もう、西村は普通に考察伸びなかった。なんか自分がなんか自己弁明ってか、白ですって言ってるけど、村あれ、周り目線はもう、八幡さんもう、うん、黒だと思ってるよ、俺目線も。うん。で、一場さん結局なんか黒っつってるかそれは単なるもう被害妄想というか自己弁明でしょ。 いやあ、これ結構透けたな。3番のプレイヤーは発言してくださいいやあ、これ結構透けましたね。俺多分一番さん強人だと思う。俺一番さん強人だと思う。えっ、ー、とね、8番さん2周目でめちゃくちゃ白くなったと思ってる。あの雑殴りした理由とその結果から考察言ったところは俺結構白いと思ってるから。 で、一番さんが六殴りも多分二番さんから占ってもらおうとしてる狂人じゃないかな。で、一番さんが強アピしてることによって、俺二番さんは人狼だと思うから、二番さんが釣りをしてるもう八は白角だと思ってる。で、今一番黒いのは五番さんかな。五番さんも二周目でしっかり釣りたい位置言わなかったからね、かなり黒いかな。うーん。 えーっとね、俺は5番さん行きたいかな。正直2番行きたいけどみんな決め打てないと思うから、グレーでサイクロは5番さんかな。んー、時点で9番さん黒くなったかなって思ってるかな。えー、7番さんから殴られて殴り返してきてるのが9番さんも黒いと思ってる俺は。自分は1強人、2人狼、もう8は白角だと思ってる。2が人狼で見てるんで。 えっと、五は人狼で見てるから、五の相方をちょっと探したいかな。うん、俺の視点があってくれてる人は俺を死んでみてほしいかな。俺は五を入れます。4番。のプレイヤーは発言してください,いやー、これ結構これ悩みますね、本当に。あれ、オープンしないの、マジか。ちょっ待って。えー、 薬釣りの危険性もありますよね。え出ないのマジでえー、っとね、いや、わかんないな。5は確かに気になりますね。これは番万んのおっしゃる通りで。いや結構そうなんですか、僕もそうなんですけどね、発言が薄い人は怪しいってとるのがやっぱりあの普通っちゃ普通なんですけど、あの結局人狼を釣らなきゃいけないんでね、だから弁達つ人って、 が混じってたやっぱ厳しいんでいやめっちゃ悩むな。ちょっと待って。いや、とりあえずこん中。ではえっとね。9番さんが僕目線、やっぱりあの叩き返してきたっていうところで。あと黒塗りが一番多かったのは9番さんなんで、ちょっと僕は9番さん黒ロックしてます。 投票を始めてください。ありえ、おらじゃないべ。5番、のプレイヤーが選ばれました。8484が9か。5はどこ入れてるのプレイヤーは発言してください。すいません ツリーチパーって言わなかった。本当ムラにないですね。そこは本当に素直に謝ります。すいませんでした。本当に。えー、っとね、4番さんなんだけど、俺今4番さん黒いと思って4番さん入れたんですよね。やっぱ9から4の中に俺絶対色はいると思ったんですよ。まあこの発言もおかしいって突っ込まれたんですけど、まあ2色いる可能性もあるじゃないかっていう可能性ですよね。すいません。なんかミス発言ばっかりで。4番さん、えー、っと9番さんの殴り返し、3番さんにまず便乗して、あの、俺を。 釣りたいって言ったんですねそれは理由はあれですか俺がやっぱ釣り要素言ってない気ですかこれなんですよね俺が最初の進行の言ったのそこ4番さん言ってないんですよねで結局9番さんが、えー、殴り返ししかしてないっていう感じなんですかね全然そんな感じには9番さん聞き取れなかったですね俺は俺4番さん黒硬いと思ってますこれうん。 やっぱりあの8番さんを最初に釣りをしてきた最後の便乗位置でもあるんですよね4番さん。俺は4番さん黒ででえー2三うーんこれ2三どっちも新居ろ俺どっちも全部あると思うんですよね。うーん潜伏狂人が一番面倒くさいかなっていう流れと俺も思いましたね。 うん3番さんが1番さんを強人で追ってるかもしんないみたいな発言したねなら相方2番が人狼みたいなあ相方じゃないそのなんていうの太鼓の2番が人狼みたいなうんどうなんでしょうねうんすいません占い師 わ、わかんないな。とりあえず四番さんは黒です。今の理由で、僕は四番さん黒ロックしてます。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。あ<ー>占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。ほれ、ほれ。ほら、選べ。あ、急死ろか。 当たんねえなこれ多分ベべんべんさんか447どっちかレいるやろうん47どっちかレいるやろ,るやろ朝が来ました 昨夜死んだのは1番12番のプレイヤーは発言してくださいうん5クロまあそれは大きいな ええと、そうだよね。だからね、言ったじゃん。だから4%さん俺釣りたく、4さんと9さんと釣りたくない理由。4%さんなんか完全にまあ、敷を,を取るっていうか、なんか完全に温度を取るようなことを言ってたから4さん、4%釣りたくないと思った。役職持ってるかなって思ってた。で、9%さんに釣りたくない理由に関しては、正直ね、うん、黒い層がどこにも見つからなかった。えー、っと、売らない理由に関しては8さん、8%売らなかったら、そこはもう妥当かなと思って、8%さん黒あるかなと思って、8%さん白でした。 グレーだとしたらもう正直ね、うん、7級になるんだけどさまあ、うん、俺目線やっぱりもう、うん、7級と比べたら俺やっぱり7番さんの方が黒いかなって思ってる、うん、占いに関してはおそらく多分サンバさんの偽予算としたらかなり1番さんを強人なすりつけたところから俺3番さん強じに見えたうんそれぐらいかないやいやこれ 3番のプレイヤーは発言してくださいえっとこれミポリンさんで俺終わると思ってるかなミポリンさんあれ1は今日だよあれ1番患者じゃ多分まずかったよ多分ねえっ、ー、とまず1強で見てる理由はあの占いしてもらえそうだったことからまず例はないと思ってる俺は強人で見てるだから4番さん俺死んだと思ってて えっと、あと4番さんが役職ケアどうのこうのっていうところは多分4番さん噛まれたくなかったんじゃないかなって俺は現状思ってるかな。うん、だから俺は2番さんで終わると思うよ。クリストさんもそんなに狼要素なかったし、えー、9番さんがね、7番さんの殴り返しに反応したから結構黒いと思ったんだけど、結果占った白だったことから、えっ、ー、と、ベンベンさんも昨日5を入れてるよね。 うん。だから、クリストさんは今日2番さんいけるかなその発言聞いて俺判断すればいいんじゃないかなクリストさんは。うん。えー、っと、4に入れてるのが5、6か。うん。5番さん人狼なら4人狼ないよね。もう、1番は明らかに占い位置に入ってることから例は絶対ないです。 えっと、今日、ミポリンさん行きましょう。多分、ミポリンさんで終わると思ってる。俺は1話強人で見てる。今日、2番さん行きましょう。いやー、これちょっと悩ましいですね。占い師はね、フラットなんだよな。ちょっと今の発言聞いても、若干ですが、この逆転して微妙にちょっと2黒いのかなと思っちゃってはいるんですけども。 なんとも投票結果を見てもね、悩ましいところなんですね、すごく。うん、3は入れてるかな、さすがに身内切りで3ローは多分追えないんで、あっても心境まあ、2ローだったら分からなくはないんですよね、そこ、3番さんおっしゃってること。で、釣り位置はちょっと正直わかんないですね、ばらけちゃってるんで。うん、まさかのご苦労でしたね。まあ、まあ、それもういいでしょう、言わ,言わずとも。 いやー悩むなめっちゃ悩ますちょっとごめんなさいあのー、考察がちょっと今回沼で申し訳ないですね発言聞いて決めるとしか言いようがないですね占いはちょっとまだ真偽僕はつけられないですね7は釣りではないと思ういや1兄弟はね六6番 のプレイヤーは,は発言してくださいうーんこれ今日は23の決め打ち盤面なんですよね。で3番さん曰く1強人で5でオオカミが落ちてて52オオカミで置いてるの。52オオカミで置くんだとしたら52オオカミで4が0の。で52オオカミとするならば2番さん目線2 3番さんが真の占い師で、狂人をどっかにいるって思ってるんでしょ、うん、で、えー、1番さんの自分占っていいっていうのは、確かに狂人っぽい発言だった。でもし2号5でオオカミだった場合、2番さんはその1狂人である1番さんを噛んだっていうこと、そういう考察に至ってるんであれば、ちょっとえって思うよね。だってさ、オオカミっていうのは狂人は噛みたくないでしょ うん、噛むんであればさ一番白っぽい人を噛むべきなんじゃないかなと思ってなおさらどうなんだろううーんで2番さんっていうのは94を釣り,たくあ釣りたくない4番さんは役職っぽいっつったんだよねもし2番さんがオオカミであるならば普通に黙って役職をすかせないで役職を噛み殺すんじゃないの、うん だからそういう考察に至ってる3番さんっていうのは、うーんって思うんだけども、ああ、どうなんだろう。1ってね、6二ローで追ってたんだよね。うん。上一考察、あえてするけど、6二ローで追ってたから、それで追われたくない。うん。6二狼で追われたくないから、2番さんは1を噛んだのかな。どうなんだろう。うん。 まあ、兄さんの決め打ちなんだけどすごい悩んでる兄さんどっちに入れるか。カリかりか。発言してください。うーんと <laughs> 俺あの昨日3番さんの意見に乗ったんだよね。うん3番さん死んだと思ってじゃあ3番さんの意見に乗ってみようで5番さん投票でした。うんでなんだけど。 うん、俺も8番さんは白いと思っちゃったんだよな、2周目で。で、C って言うなら9番さんだけど。なんか3番さんと1番さん強人だけは考察が合わないんだよな。うん、1番さん髪って、これって強人一だよね、確実に。だから、1番さん髪っていうのはさ、2、3に強人がいるっていう髪なんじゃないのかな。って思うんだけど。 うん、で、俺今日占い決めちゃは二番さんに入れますよ。うん、で。そうだな、相方一で三番さんの白は九番さんでしょう。ん。まあ、ほぼほぼ二番さんが偽だと思ってる。うん、で。まあ、六番さん。うん、なんか、上一考察入って、最終的に占いがどっちかわからなくなってて。うん、どうなんだろうな。 2番さんって終わらなかったら68の精査だけどうんまあ6からかな俺はうんって感じかな今日は俺2番さんに入れますね偽物だと思ってるので以上8番のプレイヤーは発言して,発言してください、うん、よかったよかった、まあ、5か6どっちかだなって思ったんだけど 俺の後の発言で9番も別に白くねえなと思って <laughs> 5か9っちかに入れようと思ってたんだけど9に入れた。そしゃご、人狼だったっていうことで、ね、よかったで。占い師は3番さんが死んかな、多分うん。なんか2番5のことかばってたしね。1に対して。 5番の終了ボタンがどうとかって、それメタだろうみたいな感じで、ちょっと切れしたしね。<laughs> 2号ライン見えたみたいな感じ。2番いこうかなって思ってます。2番。2番でもし終わんなかったら、9番いきます、明日。2いっ手9。9番のプレイヤーは発言してください。2いっ手9なの 31って9ならわかるけど、21って9なの。俺3にしろ出されてんだけど。それを分かった上で言ってんのかな、8番は。うん。俺ね、6番と視点がめっちゃ合うんだよな。2来るは追えない。あと1強も追えない。うん。1>, 1が狂人だったらさ、1番、だない結果わからん。3が9にしろ、2が8にしろです。大丈夫ですかうん。えっと、えー。 えっと、1が巨人だったら、1番が最初に占いオオカミ追い出したんだよ。1巨人だったら占いオオカミなんていう発言しづらくないしづらいと思うんだけど。なんか、26オオカミで黒打つんでしょみたいな発言拾って3番さんは1の巨人追ってたけど、それだけで巨人要素になるのって思った、うん。で、2黒だったら6番さんも言ってたけど、4の役職をすかすでに4噛めばいいでしょっていう視点。 6とめっちゃ視点合うんだよな。<laughs> うーん。えー、っとね。ただ2番が死んだとしても4の役職なんか透かす必要なくて、うん、4番のあの2周目の発言でも役職すっちゃいけないしねっていう発言から、うんじゃ、うん、ワンチャン4役職なんかなって思ったから4以外から行こうと思った。 うん、その中でサイクルは2週目にお話した通り、えー、5, 番さん5番さんは、えー、8にヘイト向いてるなっていう理由だけで4から9にオオカミいるっていう考察をした。ラインコースしかしてないんだよね5番さんって。うん。で2番が死ん、えー、でもオオカミでも4の役職について触れる必要ないことから2番を共振で見ている。占い行くなので2番に行きます。以上。投票を始めてください。 いやこれ終わるってこれみぽりんさん今日噛んでるよ絶対多分一番が豪歌がたから噛んだんかな 2>, 2番ああやっぱり夜にスキップしました1一強だよゲームホラ<ら>村人の勝ちです うん、ああけど狩りは間違ってたないや八番さん狩りクリストさんは狩りかと思ったないやーこれ八番さんがうまかったね八番さんの考察で五番狼終えたね人狼殺のライブ配信毎日やってますね チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。